皆さん待望だ光の戦士、今日からベガ使いです僕は。はいや、こんなに早かった？めちゃくちゃ姿勢いいんだけどみんな。これマジで陸上選手じゃん。あー、ためだー、俺ため苦手なんだよ。あ、むずいむずい、出ない出ない。竜と旅行してるじゃん、空中飛んで。すごすぎるこのキャラ。ヘール！減りすぎなんだけど。これでもいいのか。は？これで 5000！ 僕興奮するんだけど。もう簡単だし。え、これで十分じゃん。これ7000なの。え、これ4ゲージだよ。え、ジャックってこれ SA キャンセルできる？あ、できる。ってことはゲージなくなったら、あ、これダメだ。あ、いけた。あ、これでいいんだ。何これ、攻撃が溶けてる。いや俺ね、昔からベガに興味しかなくてさ。いや俺ね、ベガ使いたいと思ってたんだよね、ボデ。いや、ようやくその夢がね、叶ったわ。ラッシュがさ、今回のベギにベガは俺強くあっていいと思うわ。だって姿勢見てみ、俺は絶対に勝つんだっていうラッシュしてるでしょ。俺はここに命かけてんだってラッシュしてるもん。ちょっと待って、この技本当にいいのかこれ。ちょっと待って、本当に2位だけで勝てるんだけど。上位7人ぐらいに入ってもおかしくないと思うけど、無敵ないのに。無敵ないのに入るって相当すごいからね。こうしなきゃダメってことか。これスト2じゃない今の。普通に設定してるやつはジジイだから中段通る。なるほど、深いねそれ。本当だガチやん。インパクトも通る。オッケー、インパクト打つわ。あー、
今のは通ってないから別に。おかしくね。いやだからおかしいって。いや危機感持った方がいい。2位こすってないやつ、あのベガ使っといて2位こすらないやつ危機感持った方がいい。ちょっとやばいわこのキャラ。すごいな、こんな不快なことあるっていうぐらい不快やな。ちょっとこれこれはキモすぎる、あまりにもキモすぎる。どうすんだよこれ。やめよもう。すごいゲームだ。俺この2位をやり続けるプロ。いやでもあのスト4もこんなキャラでしたよ。ちなみにスト4も一生これでしたよ。あのこんな感じ一生これだよ。ちなみにスト4もそういうキャラなんだよな。もともとそういうキャラだからな。